49歳当時のチャールズ・ビアード・チャールズ・オースティン・ビアードは、20世紀前半に活動したアメリカ合衆国の歴史学者、政治学者である。ビアード、ビーアードとも。影響力のあった著書に、アン・エコノミック・インタプリテーション・オブ・ザ・コンスティテューション、オブ・ザ・ユナイテッド・ステーツ、合衆国憲法の経済的解釈、妻のメアリー・ビアードとの協調・ザ・ライズ・オブ・アメリカン、シビラテーション、 アメリカ文明の後期がある。インディアナ州、ナイツタウンの郊外に生まれる。デポー大学卒業後、戸江市、オックスフォード大学で留学生として入学する。その後帰国し、1904年により、コロンビア大学の教授となり、そこで歴史及び政治学の教弁を取った。ドイツ史学の客観主義を批判し、革新概念の主観主義を主張した。また、同時期に、 同大学の博士号を取得する東高運が訪れた。しかし、1917年に第一次世界大戦で、コロンビア大学の学生が平和主義者を批判するといった自由の問題により辞職した。1922年、後藤新平の招兵により来日した。その後一旦帰国し、翌1923年に再来日した。東京市政顧問として雇われ、 同年に発生した関東大震災での復興に携わる東東京の町の再活性に貢献した。その後帰国し、多くの母国の歴史の保守と革新の概念とした多くの著書を発行した。1926年にアメリカ政治学会の会長、1933年にはアメリカ歴史学会の会長を務めるなど、一躍有名な政治学者並びに歴史学者となった。 また、当時大統領であったフラングリーン・ルーズベルトが提唱したニューディール政策を批判する統計財、外交関係の学問研究も行った。1948年コネティカット州ニューヘイブンにて死去した。https コロンスラッ .ndl.go.jp i n f o ndljp、p ピド。 102万1397ハット https コロンスラッシュスラッシュデシリットル .ndl.go.jp スラッシュインフォ ndljp ビド d 97万1412薬トシロー南北戦争の経済指摘意義研究史の整理オンモニュメンツヒストリカルメモリーザ サンタバーバラインディペンデントハット http コロンスラッシュスラッシュ webapp1.dlib.indiana.edu スラッシュ inauthor スラッシュピュードサドイコールバブ 8215& ブランドイコールイヤブックスハット米国近世政治経済史から国立国会図書館デジタルコレクション政治の経済的基礎から 国立国会図書館デジタルコレクションハット https コロンスラッシュスラッシュ hdl.handle.net スラッシュ2027スラッシュ uc1.b3607336 東京市政論から国立国会図書館デジタルコレクションありがとうございます